皆さんこんにちは、村田治です。今日はこの写真の風景を描いてみたいと思います。場所はやはり神戸に、今回も神戸になります。で、これはですね、今日はちょっと構図のことについて簡単にお話したいと思います。この写真をあえて構図の言葉を用いるならば、こういう三角形ですね、三角形の構図になると思います。まあ、三角形をこう意識して絵を描くと、まあ、構図的にまとまるというふうに、まあ、教科書的には書いてありますよね。それからもう一つは、同じ写真なんですけど、よく見るとこういう L 字型ですね。L 字型の構図というのも考えられるかと思います。この写真を絵にするときに、まあ、このままですとあまりにも、まあ、こういうこう必要のないものですね、柵とか入ってますので、まあ、こういったものはもちろん削除します。それから、ここの丘のようなところですね、どうしようかなと思っていろいろ考えたんですけど、まあ、ちょっとこう階段みたいなものを作ったらどうかなと思います。でそれで、今回の方針ですけども、ちょっと鉛筆スケッチを残して、まあ、軽いタッチといいますか、何て言ったらいいんですかね、なんか明るくて軽くて、まあ、さっとこう描くようなスタイルありますよね。そういった感じで、まあ、なるべく光を感じさせて、こう自由な感じで描きたいと思います。最近ちょっとね、細かく写真に基づいた絵が多かったので、ちょっと僕もまたですね、こう自由に描きたいなと思っていますので、ちょっとこの絵で試してみたいと思います。はい、それではですね、今回も最初ラフスケッチを描いてみたいと思います。今回は特に、まあ、写真に沿って描くというよりも、自分のイメージで色とか、まあ、描きたいので、前回よりもですね、ラフスケッチとはいうもののもう少し細かく描いて、まあ、それに基づいて本番も塗るというふうに思っています。まあ、これがラフスケッチの仕上がりです。今回黄色っぽい色でだいぶ使いたいと思います。黄色の色はローシエナですね。で、紙もですね、いつも同じだと面白くないので、今回はこのスケッチブックを使ってみたいと思います。厚さというか重さはやはり 300g ですが、ちょっとスケッチブックですので、紙自体の強度とか、それから凸凹感がやはり少ない紙ですね。まあ、これはこれで凸凹していないのをあえて使いたいなと実は思いました。いつもね、同じ紙だと、まあ、進歩がないというかね、面白くないので、なるべくいろんな紙を使うようにしています。で、今回この鉛筆を仕上げの時に消さないようにしようと実は思っているので、鉛筆のこのタッチをちょっとアーティスティックって言ったら変ですけど、ちゃんと勢いのある線で描こうと思って描きました。ノーマルスピードにして、描くスピードが分かるようにしています。
ご覧のようにですね、鉛筆の線を残すときは、ちょっと強弱をね、鉛筆の線につけようと思っています。ぐっと力を入れるところと、さっとこう軽く、さらっと書くところですね。スピードも速く書いたり、ゆっくり書いたり、さらっと書いたり、じっくり書いたり、いろいろ変化を与えています。まあ、鉛筆のですね、下書き結構難しいので、なかなかスピードを意識したりしてもうまくいかないと思います。実際に書いてるときは、まあ、意識してというよりも、まあ、自然に身についたスピードで書いてるという感じです。で、これは多分クロッキーとかですね、たくさん、練習したり、まあ、自分で、まあ、人物クロッキーだけじゃなくて、いろんな風景を写生したり、鉛筆で写生したりですね、数こなすことによって少しずつ身につくので、まあ、それをゆっくりゆっくり、練習して身につけられたらいいかと思います。まあ、こういう家とは関係ないところですね、階段とか、まあ、さらさらっと描いた方が格好はいいと思います。草原のとこもそうですね。それでは塗ります。で、まず今回は空は濡らして、水で濡らしてコバルトブルーをかけました。そして、ローシエナを混ぜています。そこにパーマネントローズを混ぜてますね。ちょっとスプレーを拭いて、全体染みるようにというか、もう一度やりました。下のところ、特に黄色い部分ですね、ローシエナを使っています。今回のこの絵のちょっと実験的なところは、普段よりもローシエナをたくさん使おうという隠れた目的があります。どんな感じになるのかなという感じですね。いつも紫が多いので、ちょっと違う色にしたいなというのが正直あります。一番濃いところ、木の右側ですね、ウルトラマリンとバーントシエナを混ぜて黒っぽい色にしています。まあ、バーントシエナ混ぜると温かい黒になり、黒っぽい色になりますね。それから今グリーン塗ってますが、これはオリーブグリーンですね。絵の具はすべてウィンザー&ニュートンを使っています。で、ウェットインウェットで、なるべくっていうか、まあ、シミ、なんていう、にじみを作りたいので、ちょっと慌ててですね、さささっさ描いていますね。これ早送りですけれども、実際にもかなりスピードアップして描いています。ですね、家は本当は白なんですけれど、ちょっと白だと面白くないので、ローンシエンナにパーマネントローズを混ぜた色かな。あ、それを塗りました。ですね、一番濃い部分、バーントシエナとウルトラマリンですね。ちょっとバーントシエナを多めにしました。ポツンポツンとセルリアンブルーを垂らして色に変化を与えています。いつものように小筆で、枝を適度に、あまり描きすぎないように入れています。本当に細いとこですね。筆も細い筆を使っています。もう少し暖かい色が欲しかったので、バーントシエナを混ぜた茶色っぽい色ですね。これをいろいろなところに置いています。木を描くときには意識して、太陽の方向ですね、この場合は左上から右下に当たっていますので、右の方を暗くして立体的になるようにしています。はい、一番黒いところですね、暗いところ、
作とか丁寧に書いています。丁寧でもないですかね、さっさと書いていますね。窓の一番上のところちょっと濃いめにしています。はい、今回は自由に書くという感じで、仕上げたかったので、これ以上手を加えずこれで仕上がりになります。光を感じる絵になりましたでしょうか。下書きの鉛筆の線を残して水彩画を描くということで、ちょっと下書きについて丁寧にご説明しました。ここまでご覧くださりどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。